無からの宇宙。我々宇宙物理学者たちは何もないように見え、真空の宇宙には何かがあるのではないかと考えているのです。宇宙には到底説明ができそうもない事象が数多く起こるので、説明しようとする意欲も薄れ、一切を神様のせいにして済ましてしまう人たちが多くいるように思えるのです。私が知りたいことは、我々の宇宙に存在する一切のものは、もののない状態からいかにして生じたのだろうかということです。宇宙を構成している4000億もの銀河は一体どこから生じたのだろうか。やはり無から生じたのだろうか。我々が常識としている事柄は、自然に関する知識の進歩とともに書き換えられてきました。このことは自然科学の素晴らしい特徴であり、今まで常識という言葉に縛られていた人々の精神を解放してくれる素晴らしい特徴であると思います。現代の宇宙観は、100年前の科学者たちが信じていたものと比較してさえ、あまりにも大きく変化しているのです。この変化は、科学的方法の進歩と、もっと宇宙を深く理解したいという科学者たちの意欲、そして途絶えることのない粘り強さだと思います。科学者たちは、時間と空間がどのようにして真空の宇宙から生じたものか、時間と空間を支配する物理法則がどのような過程を経て生じたのかについても説明してくれると思います。一方、哲学、神学を専門とする人たちにとって重要な問いは、絶対的な無、何も存在しないというだけではなく、何かが存在する可能性さえない完全な無が宇宙のすべてを支配しているのではないかという問いなのです。彼ら哲学者、神学者から見れば、科学者たちの言う何もない状態の無とは、所詮何かがある状態の種に過ぎないのではないかと、科学者たちを問い詰めてくるでしょう。ここに論理を絶対的に追求する哲学、神学者たちと自然のあるままの姿、自然の仕組みを解き明かそうとする自然科学者たちとの立脚点の違い、視点の違いがあるのです。では、宇宙を研究することでどのようなメリットがあるのかという彼らからの問いかけが聞こえてくるように思います。私がこの哲学者たちからの問いかけに答えないのは、この問いが物理学者が本命だと考えている宇宙の起源と
進化に関する物理的問題には直接関係ないような気がするからです。私は哲学者、神学者たちに宇宙の起源を読み解くという人類の挑戦を温かい目で見守っていてほしいのです。ここからは無という言葉を中心軸にして、ゼロ、真空、宇宙の起源につき話を進めていきます。無という概念は何千年にもわたり人類を引きつけてやまなかった概念です。哲学者は無を理解しようともがき、宗教者はそれが信仰の中で神の意志が示されない無なのか恐れ、科学者たちは無を自分たちの手で作り出せないものかと努力し、天文学者たちは宇宙に無があるならばそのありかを突き止めようとしました。論理学者たちは無の壁に跳ね返され、神学者たちは無の存在が信仰の体系の中でどこに位置すべきかと思いあぐね、結局見つけることはできなかったのです。このように真実を追い求めるあらゆる分野で無は重要な命題として浮かび上がってきたのです。この無の概念の上に今まで人類が抱いていた多くの重要な問題が載っているのです。現代の科学の世界においては宇宙が物理的にも精神的にも無から創造されたという見方が支配的になってきたのです。初期宇宙の研究に物理学者たちの関心が集まってきて、相対性理論と素粒子論が合体すると驚くべき新たな可能性が出現し、現代天文学における最大な未解決問題が目の前に提示されたのです。真空は流動的で中身があり実体があることが分かってきたのです。真空の存在は自然の力が作用する対象の範囲においても感じることができるの。真空に対する量子の作用が明らかにされて、初めて物質の最も基本的部分で激しく揺らぐ量子の実態が明らかにされようとしているのです。極大な宇宙においても、天文学の世界も真空の持つ性質に従うことが明らかになってきたのです。現代の宇宙論は、真空の宇宙が持つ性質に基づいて、宇宙の過去、現在、未来の予想を描くことができるようになってきたのです。こうした仮説が刻々と変化する砂地の上に築かれたものなのかどうかは、時間が経たないと判断はできません。だが、そう長く待つ必要はないように思います。
注目すべき観測結果が次々と明らかにされ、今や真空の宇宙が宇宙の再加速膨張に影響を与えてきたことが明らかにされようとしているのです。およそ135億年前に真空の宇宙がエネルギー運動を起こし、宇宙を今日の姿にし、最終的に到達するであろう姿へ我々を導いているように感じられるのです。この一文を締めくくるにあたって、私を魅了してやまない概念を紹介します。私を魅了しているゼロ、無限の概念、実、虚の概念、宇宙一美しい奇跡の数式、ゼロイコール無限大イコール一、数学史上最も美しいオイラーの等式、 E の i π 乗プラス1イコール0、一般相対性理論の重力方程式 R μ ν マイナス2分の1 R G μ ν イコール 8πgt 割ることの t の4乗かけるμ ν。 私は物理学上の方程式も数学上の方式も真空の宇宙の研究から得られた概念も同等なものだと思っています。それは研究対象とした事象をどの形式で表現するのかということなのです。最後に私の研究室に貼り付けてある下を諸君に披露します。死の損するところ愚直にです。以上です。2018年6月2日 INU 研究機構教授久保です。